あ、今日も来てるやん。最近よく食べに来るなぁ。遠慮せんといっぱい食べるんやで。お父さん、野良猫にご飯あげるのいいんだけどさ、僕たちのご飯を用意するの忘れてるよね。僕もお姉ちゃんもお腹ペコペコなんだけど。あ、子猫も食べに来た。親子で仲良く食べるんだね。あ、もう一匹いる。あれはお父さんかな。敵に襲われないように見張ってるのかな。えらいね。これで他の2匹は安心してご飯食べれるね。僕まだご飯食べてないんだけどね。お父さん最近すぐ忘れるんだよね。こないだもお風呂入ろうと思って服脱いでお風呂入ったらお湯入れるの忘れてたんだって。本当におバカだよね。ああ、お腹空いたな。僕も早くご飯食べたいな。あれ？どうしたの？もうお腹いっぱいなの？どこに行くの？子猫がまだ食べてるよ。なんで飼い猫より先に野良猫がご飯食べてんねん。そろそろ動画撮るのやめて僕たちのご飯用意してよ。僕は我慢できるけどさ、お姉ちゃんがお腹すいたらものすごく凶暴な猫になるからさ、僕お姉ちゃんに叩かれるの嫌だから早くご飯用意してね。ねえ、もう動画撮らなくっていいってば。もう、いつまで撮るんだよ。猫もお腹いっぱいになったの？やった、これで撮影終われる。やっと僕たちご飯が食べれるよ。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てください。